皆さんこんばんは、ユーサイエンスです。砂漠の妖精グンディってどんな動物？皆さんは砂漠の妖精と呼ばれるグンディという動物を知っていますか？グンディはアフリカ北部の砂漠にある岩場に生息しています。モルモットに似ていますが、ヤマアラシの仲間に近く、ネズミの中でも原始的な齧歯類の動物です。体長約20センチ、体重約300グラムと小さな体をしていて、その可愛らしい姿から砂漠の妖精と呼ばれています。特徴的なのは丸くて平らな耳です。周囲の音をよく拾うとともに、岩陰に身を潜めるときには引っかかりにくく機能的です。可愛い見た目をしていますが、鋭い爪を持っており、岩を登るときに役立ちます。また後ろ足の指には硬い毛が生えており、それを櫛のように使って毛繕いをするそうです。グンディは社会性があり、群れで生活をしています。重なり合ったり、キスをするような仕草などをして仲間とのコミュニケーションをとっています。グンディとはアラビア語で警護人を意味しており、岩場で注意深く周りを探る様子からこの名前がつきました。そんな可愛いグンディは、日本では埼玉県子ども動物自然公園と神戸動物王国の2カ所でのみ見ることができます。世界でも珍しい動物で、日本の2カ所とヨーロッパの一部でしか飼育されていないようです。今回は可愛いグンディの姿を動画に収めたのでご紹介したいと思います。それではどうぞ。また、可愛いグンディの姿が撮れた時には、皆さんにも可愛いグンディをお裾分けしますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。